V 型6気筒、V 型6気筒、V 型6気筒、V6 は、レシプロエンジンなどのシリンダー配列形式の一つで、6本のシリンダーを3本ずつ、左右交互に1本のクランクシャフトに対して、V 字型に配置した形式をい、直列4気筒に次いで広く自動車用エンジンに用いられている。ここでは主にピストン式内燃機関のそれについて記す。 6気筒以上のシリンダーを持つ多気筒エンジンの場合、直列にシリンダーを並べると、どうしてもエンジン単体の全長が長くなり、車体への搭載方法や重量配分などに制約を受けてしまう場合多かった。そのため、直列型に比べ幅は広くなってしまうものの、部位が高して全長を約半分に詰め、車体へ搭載する際の自由度を増した6気筒エンジンがこの形式である。 現在では中、大型の高級乗用車や、スポーツカーなどに、縦置き横置き、前輪駆動などの場合を問わずに広く採用されている。また、トヨタクラウニや日ススカイラインなどのように、直列6気筒を採用し続けてきた車種が、モデルチェンジを機に、V 型に切り替える例などが出てきている。これは、V 型6気筒の場合、直列では難しい横置きにも対応でき、 エンジンの種類を減らすことができるためである。市販車に搭載された最小の V 型6、気筒エンジンは、三菱、ランサー、及び三菱、ミラージュセダンの、各1.6リットルモデル、6A10 であるが、2018年9月現在、新車で購入可能なものでは、いずれも2.5リットルのトヨタマーク X と、日産、フーガのみである。自動車用エンジンとして採用されたものは、 他の形式のエンジンと比較して比較的新しく1950年のランチアウレリアが最初であると言われる。バンク角 V の間の角度は60度であった。V6 エンジンの採用が広まったのはオイルショック後のアメリカ社のダウンサイジングに伴ってであった。それらは V 型8気筒、以下 V8 エンジンをもとに設計されており、バンク角は90度であった。 燃焼間隔も不等間隔であった。プジョール・ノー・ボルボ共同開発の PRV エンジンも諸事情により遅くらい離となった V8 を設計変更した90度バンクの V6 で当初は不等間隔燃焼であったが途中で位相クランクピンに改良され等間隔に改められた。日本車への初搭載は1983年、日産、セドリック、グロリア、 Y30 型の VG 型。同 FF 車への初搭載は1984年、2代目、日産、マキシマ、プ11型の VG 型。4ストロークエンジンでは2回転で1サイクルのため、バンク角を720度の6等分である120度に、すると、向かい合うシリンダーで、クランクピンを共有でき、等間隔燃焼で、エンジン全長を短くすることが可能である。 しかし、実際には120度クランクピン共有を採用すると、エンジンの幅が広くなるため、パッケージ面では、ネックとなる場合がある。それを払拭するため、その半分である60度を採用して、クランクピンを60度オフセットさせることで、燃焼間隔を等間隔にする事例もある。ただし、60度だと、バンクが狭すぎて、急排気の取り回しがしづらいという欠点がある。 D の 206GT に搭載された D の V6、エンジンが65度という変則的なバンク角なのは、この欠点の対策が理由とされる。一方90度は、両バンク間の吸気系も含め車載時の前高が低く、抑えられることや、不等間隔燃焼ながらも振動を相殺しつつ、エンジン全長を短くできること、V8 エンジンとの生産設備共用化のメリットがある。 ことから用いられることが多い。そのため、V8 エンジンも投入しているメーカーでは、効率面から90度バンクが主流となっている。また、他の V 型エンジンとの共用を考慮に入れる必要性がない場合、それ以外のバンク角も用いられることがあり、60度より狭いバンク角はエンジンのコンパクト化のために用いられる。著名な例として、 ホルクスワーゲン VR6 型エンジンがあるが、このエンジンは、吸排気面では、V6 というより、磁気力を互い違いにした形となっている。V6 ではその、片側バンクに相当する直列3気筒と同様に、一時二次振動は、共にバランスするが、エンジン全体を揺り動かす、空力振動が発生する。バンク角120度よび60度では、この運動が深淵であるために、 バランスウェイトを追加することによってキャンセルすることができるが他のバンク角では楕円になるためにバランスウェイトを追加しも完全にキャンセルすることはできない。そのため90度バンク等ではバランスシャフトが用いられることがある。前述のように自動車用エンジンとして V6 が登場した時期は1950年であり、モータースポーツでは同年以降から V6 が見られるようになり、 ランチアと同じイタリアのフェラーリが F1 用エンジンとて V6 を採用した。当初フォーミュラ2用に排気量1.5リットルの156、15は排気量1.5リットルを意味し、6は気筒数が6を意味するとして開発され、排気量を2.4リットルまで拡大し246としてフォーミュラ1に用いられた。バンク角65度が 最大の特徴で燃焼間隔の面でベターである60度としなかったのはキャブレター等の吸気系統をバンク内に収めるためであった。1961年からレギュレーション変更により、回事用エンジンの排気量は1.5リットルとなり、フェラーリ発のミッドシップマシンであるフェラーリ156回、1のためにエンジンを新規開発したが、これも V6 エンジンであった。 バンク角は120度となり、これにより左右の気筒でクランクピンを共有化した上で等間隔燃焼をすることができた。また、バンク角を大きくすることにより低重心化にも貢献した。もっとも、その後のパワー競争によりフェラーリは1964年から V8 エンジンを搭載したフェラーリ158回1に移行、バックアップ要因として 同年も使われた156回1は、ロレンツォ・バンディーニの手により、オーストリア GP で優勝し、現役最終年の優秀の美を飾った。自然吸気エンジンの排気量が3リットル、下吸気付きエンジンが1.5リットルのレギュレーション下で、初めてターボチャージャーで下吸したエンジンを、回1グランプリに登場させた車種は、1977年に、回1発参戦を果たしたルノーが投入した。 ルノー RS01 に搭載されたルノーゴルディに e f 1でバンク角が90度の V6 エンジンであった。登場当初はエンジンブロー等のトラブルに泣かされ、イエローティーポットと揶揄されたものの、1979年に初めて優勝し、下位1でのターボ下級の有効性を示した。以後、フェラーリなどの著名なエンジンメーカーがターボエンジンを開発し、V6 以外にも直4。 BMW ハート東野 V8 アルファロメオのターボエンジンが現れたが、前車は燃費面、後車は複雑すぎることが災いし、V6 エンジン以外は淘汰され、1989年にターボエンジンが禁止されるまで燃料搭載量規制、下級圧規制とターボに対して規制が強化された中、生き残ったのは V 型6気筒エンジンであった。 1989年のレギュレーション変更によるターボエンジン禁止以降、第1は排気量及び気筒数制限などの変更はあったものの2013年までなエンジンだったが、2014年から V 型6気筒1.6リットル直噴シングルターボエンジンを採用。ターボチャージャーを発電に使う一種のハイブリッドシステムとなっているのが、新型パワーユニットの最大の特徴となっている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。